始めよう。よし、巡回兵は一人だ。薬が効いたようだな。エブリン、準備は？決まってるでしょ。オーケーよ。3、2、1。安全だ。さあ行け。都会の鳥どもめ、また糞をしてやがる。まったく、今行く。見回りが戻ってくる。あと1分だ、急げ。メリテル様、神聖なる地場よ、守りたまえ。記憶が正しければ内部は無人だと言っていたな。情報屋が間違っていたらしい。言うことはそれだけ。死ぬところだったのよ。どんな仕事かは分かっていたはずだ。口論してる場合じゃない。確かに今はまずい。だが後で話し合うぞ。忘れるなよ。ああ、望むところだ。衛兵が一人なわけがない。今のうちに剣を抜け。いいや。正気か。最初に言っただろう。決して死者は出さんとな。とにかく始めよう。仮面をつけろ。年代物の手紙だ。紐がとても古びている。本当に愛していたんだ。とりあえず安全だ。ついてるな。よし、全員周囲をしっかり見ていろ。私は見てるわよ。すでに持ち帰りたいものがいくつかあったわ。今はと。ああ、だが開始価格を上げ。何事だ？守衛！守衛！あの檻の中にいるべきだった。話が。ああ、言いたいことはわかる。奴らが鐘を鳴らす前に倒すんだ。ひどい匂いだ。
を逃がすな。うわあ、中に閉じこもったぞ。そう。しまった。今すぐ武器を捨てろ。抵抗は無駄だ。それはどうかな。だがこっちには人質がいる。どうか小慈悲を。三つ数えたら突入だ。1、2。そこから一歩でも近づいてみろ。こいつは死ぬ。まだ動くな。交渉しなければ。人質解放の要求は何だ。話してくれ。時間を稼げるか、ゲラルト。要求は一つだ。競売場から撤退しろ。それはできないな。できるさ。したくないだけだ。俺が人質を殺せるのと同じだ。言う通りにしてくれ、頼む。落ち着け。誰にも怪我はさせない。いいな。単純明快だ。部下を連れて退却しろ。全員が幸せに長生きできる。もう一度言う、それはできない。歩み寄って妥協点を探ろう。荷馬車が欲しい。それと馬だ。真夜中だぞ。どこで荷馬車が見つけられる。棺桶を探す方がいいか。彼は本気だ。分かった。荷馬車だな。どんな種類のだ。そろそろ下の階を見てみろ。金庫室が開いたぞ。襟好みはしない。古い馬車なら車輪が回りさえすればいい。よし、手配しよう。引き換えに人質を解放するんだぞ。何人だ。全員だ。それはできない相談だな。妥協案がある。まずは人質1人、残りは馬車が到着してからだ。いいだろう、了解だ。慈悲深きメリテレに感謝を。だが何か怪しかったり少しでもグズグズしたら首が転がることになる。いいな。慌てるな。15分もしないうちに馬の稲鳴きが聞こえるさ。マドコ、ジェドリュー、町の厩舎へ駆け足。よくやった。みんなごめんね。あとは私抜きで続けて。この展開は契約外だわ。ここを出る道は一つだ。金庫室を通るしかない。二つ目があるわ。煙突よ。私ならどうにか通れる。残念だがお前は無理そうだな、ウィッチャー。選択の余地はない。降りるぞ。あの城前へ捨
敵な細工だ。二つのバネで止まった錠、円筒形の線、ディメリティウムの突起。誰もそんなことに興味はない。入るぞ、ゲラルト。戦闘を行ってくれ。なぜ俺が？そのために雇ったんだ。進め、時間がない。一か八かだ。とりあえず終わったな。連中は金庫室だ。閉じ込めてやれ。同じ絵を見たことがある。誰を怒らせたか分かっていないな。逆だ。嫌というほど分かっている。エワルト。いやあ、兄弟。久しぶりだな。おやおや、複雑になってきた。俺たちに分かるように説明してもらおうか、エワルド・ボルソディ。この家族の再会はどういうことだ？復讐だ。裏切りへの、長年の貧困と屈辱へのな。父は遺言で俺に競売場を残した。ホーストは俺を騙し、俺を相続から外したんだ。俺たちが稼いだ何もかもお前はカードと娼婦に浪費した。父はそれに気づかなかったが俺は気づいた。それは言い訳にならない、ホースト。命乞いにもなる。そこの二人、味方してくれ。レダニア人には話をつけてやる。何でも望むものをやる。干渉する気はない。特に家族の問題にはな。だったら金庫室に入らない方が良かったな。もう中立に戻ることはできないぞ。俺の味方をすればたっぷり金をやろう。敵になるならここで永久に滞在してもらう。そういう態度を取るなら、エワルドに味方しよう。俺にとっては魅力的なお誘いだ。俺は向こうに着く。その責任はお前の首で取らせるぞ、クイント。かかれ。右に回り込め。もっと別の方法で終わらせたかった。お前を貧しさのどん底に叩き落としてな。
復讐は冷ましてから味わうのが一番だが、熱いうちというのも悪くない。お願いだ、許してくれ。兄弟だろ、何だってする。ほう、何でもか。何でもだ。ならお前の財産を全て譲渡しろ。そして今羽織っているその服のまま出て行け。一つだけ頼む、何か持って行かせてくれ。どれでもいいから。15年間地下で暮らした。物乞いをして、それなのに貴様は命乞いなど。Get to it.